美人すぎる声優として有名な花澤香菜ちゃんが、人気アニメ、お肉大好き、ゼウシくん、の、イベントに登場。あまりにもキュートすぎるため、多くのファンが燃えまくったのは、言うまでもない。花澤さんは、ゼウシくん、の、主人公ゼウシくんの声を、担当している美人声優。アニメ主題歌、お肉ジャポネスク、も歌っており、2014年3月26日には、CD も発売されたのである。実際にイベントに行ったのだが、マジヤバい。国産のお肉級に最高。かなちゃん最高。もともと、ゼウシくん、は、JA 全農が全面協力して、作られたアニメーション作品だ。国産の食材をガンガン押しまくる PR も、兼ねているのだが、その効果は絶大。ゼウシくん、の大宮監督は今まで、食に対して強い関心がなかったものの、この、ゼウシくん、を通じて、国産のお肉に関心を、抱くようになったという。効果は絶大。お肉はお肉でも国産の、お肉に関心を持つようになった。ゼウシくん、の視聴者も、多いと思われる。そう考えると、ゼウシくん、やそのスタッフ、声優の花澤さんがもたらした国産 PR 効果は抜群にあったと言えるだろう。美人すぎる声優として有名な花澤香菜ちゃんが、人気アニメ、お肉大好き、ゼウシくん、の、イベントに登場。あまりにもキュートすぎるため、多くのファンが燃えまくったのは、言うまでもない。花澤さんは、ゼウシくん、の、主人公ゼウシくんの声を、担当している美人。